中村博美6月21日から2008年11月30日は昭和時代後期の日本の政治家、企業経営者、西小江自動車顧問、長崎県北松浦郡へ迎え町出身、長崎県北部のバス会社である西小江自動車の創業家に生まれる、長崎県立佐世保中学校卒業、久留米医科大学を中退、西小江自動車に入社、 同社運輸課長を経て1954年10月、前月に没した父の公認として、同社代表取締役社長となる。1969年、第32回衆議院議員総選挙で、旧長崎県、第2区から初当選、自由民主党に所属。以後、1983年の第37回衆議院議員総選挙で、落選するまで5期14年務めた。 党内では当初川島派シー派、同派消滅後は中川派に属した。政界では、第二次田中角栄内閣、第二次改造内閣と三木内閣で建設政務次官、三木内閣改造内閣で防衛政務次官を歴任した。1986年には西江自動車社長職を長男の中村勝助に譲った。2008年11月30日。 佐世保市内の病院で老衰のため死去。社団法人日本ソムリエ協会よりソムリエドヌールの称号を受けた。1962年根樹法省受賞。住所は佐世保一島瀬餅。ありがとうございます。